覚悟せい。いよいよ大詰めに入ってきた白ひげ海賊団対海軍本部のバトル。海軍は湾に海賊たちを阻止する包囲壁を巡らせ、エースの処刑を執行すると宣言した。なんとかしねえと、急がねえと、あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。じいさんは恩人だが、仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。隊長、俺を一番隊隊長マルコ。